シアトル・マリナーズのカイル・シーガーの獲得に複数球団が興味を示しているというところで、実際問題、シーガーがトレードされるのかというところをちょっと話してみたいと思います。まずシーガーについてなんですけれども、2018年、彼はかなり苦しむ1年を送ったところでして、OPS も7割を切りましたし、WAR も1を下回ったというところで、非常に厳しい1年を彼は2018年に送っておりまして、で彼の契約というのは7年総額1億ドルの非常に高額な契約なので、マリナーズとしても2018年のオフシーズンの時点でおそらくトレードはしたいと思ってたとは思うんですけれど、ただあの時点で契約も3年と6000万ドル近く残っているというところで、なかなかシーガーのトレードっていうのはまとまらなくて、今年もシーガーは残留してマリナーズでプレーしたんですけれど、ただ今年は開幕は少々怪我で出遅れがしたんですけれど、ホームランも23本打って、で、WAR の方も2.4というところで、2018年の不振は見事に払拭して、見事に復活の1年を遂げたというところで、またシーガーを何球団か、トレードで獲得したいと興味を示している球団がちょっと出てきたらしいと。で、シーガーの契約というのは残り2年と3700万ドル残ってます。プラスし、そこにプラスして、クラブオプションとして2022年1500万ドルのオプションがついているような契約になってます。ただ、シーガーがトレードされた場合には、その2022年のクラブオプションというのはプレイヤーオプションに変わります。つまり、球団側が2022年のシーガーの契約の選択肢があったところが、仮にそれがシーガーがトレードされてしまうと、逆にシーガー側に選択権が発生しますので、基本的には2022年も契約があると思った方がいいというような契約内容になっています。で、これが、シーガーのトレードを難しくしているところでして、オプションを含めなければ契約は残り2年というところなんですけれども、実質的に3年あるというところが、ちょっとシーガーのトレードを難しくしているところです。で、ただですね、シーガー本人は、もし来年コンテンダーへ移籍することができるのであれば、その2022年のクラブオプションをプレイヤーオプションに変えるというところは、もしかしたら破棄するかもという話は出てます。で、シーガーを狙うチームなんですけれども、当然、シーガーと同じポジション、サードがいない、目立ったレギュラー選手がいないようなチームがおそらくシーガーを狙うと思ってます。で、特に、今年の FA の目玉だったアンソニー・レンドーンですとか、ジョシュ・ドナルドソンを逃した球団っていうのは、おそらくシーガーに興味を何らか示しているのかなと個人的に予想してます。レンドーンが FA で移籍してしまったワシントン・ナショナルズなんかは、トレードではあるんですけれど、シカゴ・カブスのクリス・ブライアントを狙っているという噂もありますし、その当然 FA でドナルドソンを狙っているという話も、あるにはあるので、そのあたりの球団がシーガーに興味を示すのかなとは思ってるんですけれど、仮にナショナルズが、ブライアントを獲得するとなれば、当然、見返りは安くないですし、で、報じられている内容によれば、ビクター・ロブレス級の、MLB ですでに通用するくらいの若手はおそらく必要になるというところで、ちょっとなかなか成立は難しいのかなとは思ってるんですけれど、ただ、その時点として、レンドーン、ドナルドソン、ブライアントを取り逃した球団からすれば、シーガーはもちろんその選手としては、その3人と比べれば、ちょっと格は落ちるんですけれど、シーガーは年俸の問題はあるんですけれど、少なくともトレードでの見返りっていうのはそこまでおそらくは必要ないと。ブライアントでいうところの、ビクター・ロベルス級の選手っていうのは絶対に必要ないですし、マリナーズ側からすれば、年俸をある程度負担してもらって、で、あとは、そこそこのプロスペクトを、1人か2人もらえれば、十分ってもしかしたら思ってるのかなと思ってるので、で、そういった球団がもしかしたらシーガー獲得に、興味を示してくる可能性はあるんですけど、ただ実際問題、マリナーズがそれに応じるかはちょっとわかんないんですよね。で、去年の時点で、2018年終わった時点であれば、シーガーの年俸をも、あの、負担してくれるということであれば、ほぼ間違いなくトレードはまとまったと思うんですけれど、ただ今年シーガーが復活の1年を送って、で、マリナーズも現状マイナーに、シーガーに代わって使いたいようなサードの選手、プロスペクトっていうのは、現状いないので、そこまで無理にトレードする必要もないのかなというふうには思ってます。で、実際、シーガーも年齢は30歳超えてきてはいるんですけれど、あと契約の残り2年間ぐらいは、レギュラーとしてはおそらく問題なくプレイできるとは正直思うので、あまりマリナーズとしては無理にトレードに応じる必要性はないと。
で、まあ、今日シアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者が、まあ、ツイートしていたことではあるんですけれど、まあ、そこの言葉を借りれば、まあ、シーガンのトレードの可能性っていうのは、small chance but definitely a chance っていうふうに彼はツイートしていたので、まあ、可能性は、まあ、大きくはおそらくなさそうなんですけど、ただマリナーズ側は、まあ、オファーを聞く準備はおそらくあるだろうというところですかね。まあ、なので、まあ、いいオファーがあれば、まあ、シーガンのトレードに、まあ、踏み切る可能性は、まあ、ある。ただ、まあ、無理に、まあ、去年ほどシーガーのトレードに必要性に迫られているというところではないのかなというふうに個人的には予想しています。で、まあシーガー現状、マリナーズの中では生え抜き野手ではまあ最年長ですし、まあファンとしても非常に思い入れのある選手の一人では間違いなくあるので、当然トレードとなっていなくなってしまえば、まあ寂しい気持ちはあるんですけれど、ただ球団として、まあいいオファーがあれば、まあ、そこは乗っかってもらえればなとは思いますが、ただ現状、シーガーのトレードっていうのは、まあ、そこまで、まあ、可能性は高くはないのかなと、個人的には思っています。はい、シーガーのトレードの可能性については以上になります。ご視聴ありがとうございました。